井川さんはいいですねって保釈後自宅でクリスマス迎えられてて、僕はこれからクリスマスも正月もなしでオリンパスです。セブンイレブンの名前の由来。おお。今でもラスベガスのあたり行くとセブンイレブンっていうガソリンスタンドあるんですよ。知らない。初めて知ったよ。ギャンブラーがよかった、ね、地域のためにギャンブラーと友達でよかったか。本日の動画は物言う株主の存在が日本経済に与える影響について、高則さんと本高さんが様々な角度から考察します。それではご覧ください。ある人に聞かれて、なんで 4.4% しか持ってないのにそんな影響力があるのっていうふうに言われるんだけど、別に 4.4% は 4.4% 分の当然その発言権しかないけど、それによって他の株主に対して、いやいや我々の提案はこうだ、我々の提案はこうだ、今回バリアクトだってもう株主にハガキを送って我々に賛同してくださいというふうに言ってるし、株主だって別にその安定株主以外のところは価値が上がった方がいいわけで、それだったらどっちがいいかなって、こっちに賛成しようかなっていうふうにしてバリアクトにつく人だっているから、それは 4.4% 分だけの影響力ではなくて、彼らには彼らの実績とか今までいろんなことを上げてきた、他の企業を上げてきた、ソニーとかオリンパスとかそういうことを上げてきた実績があるから、じゃあこっちにつこうみたいに、まあそもそもだからこの人たちが入ってきた時に株価が上がったりするからね。そういうことなんですね。いわゆるプロキシーファイトだね。争奪戦、炎上争奪戦、だから 4.4 に賛同者がたくさんできて50超えるかもしれないっていうことですよ。なるほど。ちなみにこれ物言う株主って普通の株主とどう違うんですか？普通の株主は言わないんですか？言えない。まあ、言えないというか、持ち株比率によって、権利が決まっているので、3分なら帳簿閲覧できるとか、5% 大量保有報告書を出さなきゃ、まあ、そもそもだから 5% じゃ大量保有報告書を関東財務局に出さなきゃいけないから、大量保有っていうことになるので、すさまじい大株主、上場企業で言ったら。なので、そういうその権利を持っている人は別に一株でも言おうと思ったら言えるんですよ。権利っていうか、いろんな権利があんまりなくて、株主提案はちゃんと比率がないと言えないんだけど、今何パーだ？1パーと。1パーだよね。なので別に誰が何を言ってもいいんであって、この人たちは公に大きな声で言ってるっていうだけで、別にその明確な違いがあるわけでも何でもなくて、で物言う株主にもいろんなタイプがあって、だから今のバリューアクトみたいにその企業と一緒にやっていきましょうと、できたら敵対したくないっていうタイプもあれば、村上ファンドの村上さんみたいな最終的にはもう高く売り抜けるための方便であったりだとか、今だったらあれです、日本でよく有名なのはあの似たタイプのシスですね。ファンド名はオアシス、オアシスの村上系でしょ、村上さん系じゃなかったっけ、あのファンドのオーナーは元モサドだよ。そうだっけ、イスラエルの人間で、だからこの間のフジテックの場合でも退任させられたのか社長に探偵までつけて、でその探偵がいろんなことを聞いて回って、で結果娘さんのなんだっけ旦那の実家、その娘さんの旦那のことまでいろんなところに聞き回って、それでそれがいろいろ結局そのこんなことを聞いて回ってるのに伝わって、なんか家庭内不安にまでなったとかいう話まで、要するに女性関係とかそれまで全部聞いて回ってっていう、さすがモサドっていう記事になってましたよ。ああそうですか、うん、柄の悪いところからお上品なところまでいろいろあるってことですね。日本でね、それこそアクティビストっていう言葉じゃなくて、うん、物言う株主っていう言葉で、それこそ本当村上さん、村上義明さんが出てきた時に村上ファンド東京スタイルを買収して、あの時現預金を1200億ぐらい持ってたんですよね、はい、東京スタイルが、まあ、それは時価総額の方が低かったのね、うん、ってことは買収して解散してそれ分けた方が全然株主のためじゃんか、それは配当に吐き出せとかいろんなことを言って、日本的な経営がその安定株主とか持ち合いとかが変わるきっかけになったという意味においては、僕はある一定の功績があったけども、この前アメリカの人ファンドの人たちと話してたら、その手法はもうアメリカのもう今だったら10年以上前の手法で、今でもそれをやってるからかなり古いよねと、グリーンメーラーってやつだなっていうふうになって、確かに時価総額が持ってるだと現預金よりも安いっていうのは、経営者が無能とは言わんけど、それだけ溜め込んでるのがすごいけど、それをだから効率よく資本として使ってないっていう話なので、そういうところを狙うのがそうなんだけどね。あとは本当に割安になったか、そもそもバリューアクトって一番最初に日本ではオリンパスを買ったんだけど、はい、2000年最初にマイクロソフトがダメになったとか株価が下がった時に2000億円ぐらい投資して社外役員を入れて、当時30ドルだった株価を2022年には220ドルまで上げて出ていくのね。オリンパスは
ちょっとモッタガさんと重なるところがあって、2011年にオリンパス事件っていうのがあってさ、うん、俺の担当の特捜検事は俺終わった後、井川さんはいいですねって保釈後自宅でクリスマス迎えられてて、僕はこれからクリスマスも正月もなしでオリンパスですって言って泣いてた。事件が、ね、2011年の明るくみになったのが金曜日なのよ。土曜日に文春カロに電話かかってきて、はい、井川さんをよく知ってますよね、金曜日一緒だったし、うん、聞きたいんです。いや僕もメディアの人間だから、まあ、嘘はつかないけど事実と違うところは何だかんだ話しちゃう。そしたらその次の日の日曜日になんかピンポーンってこうなんかむさい親父がインターホンで来たわけ。はいって言ったら週刊文春ですって言うか、とか思って、俺の家まで来たからしたら全然違くって、オリンパスのキッカーさんで当時の渦中にいた人が同じマンションの同じ階数に住んでたの。2日続けて文春に狙われたと思って経済事件の中心人物やんみたいな。オリンパスの社長ってすげえな、孫徳さん住んであの超豪華高層マンションしてたやつ。わけわかんない、そういうこと言って落とそうとしてるよキッカーさんね。でだからうちのマンションの特捜の家宅捜査とか入ったよ。俺の部屋に入んなかったよ隣ね。俺狙われてねえもん。本当ですか。この話はまた今度するんで、でオリンパスの株価は3倍にしたので、そういう意味でもじゃあここに乗っかったら別にもっと上げてくれるかもしれないというふうに思う株主がいてもいいでしょ、うん、オリンパスもそれ任天堂にも入ってるし JSR とかにも入っているし、そこで株主提案をしたことはないんですよ。でオリンパスは今でも社外役員をやってるはずなんです、この共同代表が。ソニーにも入ってる、これ有名なんだよ。いい株主じゃん、株価上げてくれるんだ。そうそうそう、無料のアドバイザーじゃん。だからこそマスコミは結構物言う株主というかアクティビストとかそういう発言っていうのを結構取り上げるんですか。時代が変わってきて、だからそれこそ、まあ、昔には持ち合いっていうのがあって、はい、銀行が取引先の株を持っていて安定株主みたいに言うけど、これは経済原則から言ったらおかしくて、銀行から言ったら高利で貸し付けた方が儲かるわけでしょ、はい、でも株主としてはここは儲かるためには、自分が株主の権利としてはここは定利で貸した方が儲かるわけで、利益相反を起こしてるじゃん。なんで銀行が株なんか持ってんだよって俺はいつも昔から思ってたけどね、はい、まあ、それが 5% ルールになり、だん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 そういうものを外していくっていうのは、こういう人たちが出てきてやっぱり株価を上げることが全てじゃないし、いろんなステークホルダーがいるから、従業員のためにもしなきゃいけないし、お客様のためにしないと企業価値は上がらないから、それが全てだと思うけども、やっぱり経営者は企業価値を上げるのが最大の役割だから、それを株主から付託されてるわけだから、それは物言う株主だって言いたくなるわ、あんた何言ってんのって8年もやって。モッタガさんはこれ物言う株主ってどう思われますか。いや私は当然会社は株主のものなんで、うん、まあ、今孫徳さんが言ってた上げ足取るわけじゃないけど、さまざまなステークホルダーいるっていうのはそれは間違いないんだけれども、うん、日本の、ね、経営者ね、なんだっけ、まず顧客を幸せにして、うん、従業員を幸せにして、で残った利益でそれで税金払って地域や国会に貢献して、最後に残ったものを株主配当するんでとか、一番最後ですよ、嘘つけって一番上に持ってこなきゃいけない株主であって、うん、株主利益を上げるためには従業員の士気が下がっちゃいけないんで、従業員にもそれなりのですね配慮をしなきゃいけないし、地域に例えば工場がですね公害とかで反対運動を起こされたんじゃまともな生産活動できないから、当然地域に配慮しなきゃいけないんであって、順番が逆なんだよね。株主利益を上げるためにやる、それらをやるんだと、必要十分なだけやるんだと、最小限の僕がいいと思ってるんだけれども、あれ結局ね何のことはない、今いる経営者がの保身、自分のために最大限言ってんの、そう言ってるのは。要するに日本は、ね、経営者もそうだし従業員もそうだけれども、これまでずっと企業をなんか一つの共同体みたいなの持ってるんだよね、うん、村落共同体みたいに自分たちがそこで変化なく昨日と変わりなくつつがなく生活できるための存在だと思っているんで、だから日本この失われた30年間何が問題だったのかっていろんなこと言われる、生産性が上がらないだとか、うん、根本は経済原理で言うとの生産性が上がらないから停滞してるし、給料も上がらない、賃金も上がらないわけなんだけれども、はい、その大きな要因の一つは経営者たちが現状維持保身に走っていて、イノベーションに対して非常に後ろ向きだということだと私は確信してますけどね。なるほど、まあ、物言う株主たちの、まあ、今回のそのセブンアイホールディングス、まあ、イトーヨーカ堂の切り離しをまあ要求したって、そのバリアクトの要求っていうのは妥当なもの、まあ、妥当かどうかわからないけど、みんな誤解してるのはイトーヨーカ堂をなくせみたいなっていうふうに、うん、スピンオフって、はい、要は切り離して別会社にまたしろと、もともとでイトーヨーカ堂とセブンイレブンって違う会社だったんで、はい、まあ、それも親子上場してたから、それこそ辛坊さんがいたところの日本放送とフジテレビみたいな関係になっていて、親会社の方が価値が
下がってしまって、うん、親会社を買収したら子会社も持ってけるじゃんみたいなこともあったのでセブンは一緒にしたっていう経緯もあるから、バリアクトが言ってるのはそもそも足を引っ張る存在はもう外にもう一回出せよ。でイトーヨーカドーのセブンアンダーいやいやないと商品開発も含めて130人の商品開発の80人はイトーヨーカドーにいるからコンビニにとってもイトーヨーカドーは必要なんだ、それは離さないよみたいな攻防をしてるって話なんで、例えばね前回もあったけれども分母考えてよっていう話あったじゃないですか、この11兆円以上の話してる時にね、そうそうそう80人がどうたらとかってね、うん、もうその時点で言い訳でしかないことがもう明らかじゃないですか、そんなもんじゃあセブンでその80人やっとったよね、いやそういうこと、それをバリアクトは言ってるんだけど、まあ、そもそも、ね、外に出すっていうこと自身が非現実的なんだけどね、結論が言ったらなくすですよ、だってずっと100億の100何十億の赤字垂れ流してるところを切り離したらその瞬間に要するに親会社が利益とグループで出してるから補填してるわけであって、要するに今人工呼吸器つけられてるのをそれ外したらその瞬間に死ぬっていうだけの話なんで、それはその決断ができないところがダメなんだよね。あの百貨店なんてまずアメリカだってもう何十年も前にメイシーズからね名門の百貨店みんな潰れて、要するに業態的に終わってるわけですよ。百貨店はもう、もうだって日本中は地方にあったのみんななくなってるでしょ。業態としてね終わってるんだから、いくら頑張ったって、まあ、中でニッチにニッチに、例えば呉服、それこそイオンのそのねスタートは呉服だけども、今どんなに頑張ったところで呉服屋でね、うん、やってくるわけないじゃない。ニッチなもうアイデアを持った やり方でやってるところが一社ぐらいちっちゃくやってるかもしれないけどね、一、うんうん、社か何社か知らないけれども、なんでそれをずっと持ち続けるっていうことに経済合理性は1ミリもないと思います。まあ、それは大きいスーパーである総合スーパーイトーヨーカドーだとか、まあ今あるのかどうか知らないけどジャスコとかね、ダイエーが潰れたあたりからね、実際には GMS の中の人たちはみんな危機感を持って頑張ったんだけど、結局どこ一つとして GMS の業態として単独で生き残れてるところはないわけなんで、たまたまイトーヨーカドーの経営が下手だっただとか、ダイエーが下手だった、まあ、ダイエーはねダイエー得意の理由があるのは間違いないんだけど、まあ、業態として終わってと、後でまたお話しますけど、やっぱり小売っていうのはやっぱり常にやっぱり業態論っていうのがあって、業態でやっぱり業態は常に変化して、やっぱり消費者のニーズだとかあるいは購買様式も変わっていっているんで、特にネットEC が始まって以来、アメリカなんかクリック&コレクトなんていうね言葉もねもう何年も前出てるけれども、 ZOZO のね前澤君もあんなわけのわかんないスーツ作るんじゃなくてクリック&コレクトにもっとお金を使うだとかね、そうすればよかった、 ZOZO もね身売りせずに済んだんだと思うんだけど、まあ話それちゃったな、じゃあ元に戻してください。切り離した方が本当はいいけど、切り離しも立て直しも難しいっていう、まあそもそもそれ伊坂さんにはできないよ。伊坂さんが社長になった経緯もあって、はい、あの時はそれこそ実はバリアクトじゃなくてサードポイントか、あ同じようなことを、まあ、サードポイントはもっと敵対的なことを言うアクティビストなんだけど、うん、要求を突きつけてたわけ。鈴木ビンブンさんがセブンイレブンの社長だった伊坂さんを更迭しようとしたの。それは多分周りもちょっと危機感を持って、さすがにねもう80も超えた鈴木さんちょっと老いてきたし、取締役会で解任をしたんですよ、はい、社外役員の伊藤さんとかをこう巻き込んで、これ創業家がバックについてるって言われてるんだけど、だから伊坂さんはその創業家がついて社長になってるから、祖業である伊藤洋華堂はね切れない。そうですね、うん、そもそもが伊藤さんが亡くなる前日かなんかにたまたまだけど、はい、伊藤純郎さんっていう伊藤家の次男さんが代表取締役になるってことは、多分来年ぐらいに大政奉還するんだろう、創業家に多分戻るんだと思う。だから絶対に今言った経済合理性とか云々は抜いて、創業である伊藤洋華堂はなくしたくないよ。それは創業家、確かにそうですね。そうかな、創業であるっていうことのこだわりって明治大正戦前昭和の人間ならともかく、もんたかさんは伊藤さんの本読んだりね、伊藤純郎さんの、ね、言葉聞いたりなんたりしたら、もう絶対それあるよなっていうふうに思うよ。純郎さんでもそうなの？純郎さんもそう、うん、純郎さん会ったことないんであんまり知らんけど、周りから聞いてるのと、もう純郎さん の, そのインタビュー記事とかも見ると、もうとにかく伊藤洋華堂に対するやっぱこだわりはすごいよ。いやこれは想像なんで、なるほど、俺なんかドライだから別にそぎょうもくそもねえなと。それはもったかさんがね伊藤洋華堂と大英なくなっちゃったけど、はい、大英の違うところは持たざる経営、まあ、持つ経営って言って、大英はどっちかって、まあ、不動産とかを極大にして売り上げ、まあ、当時2兆円ぐらいと同じぐらいの借金抱えて最後行っちゃうんだけど、はい、伊藤洋華堂は基本不動産とか持たない。リースバック方式って言って、地主と一緒に開発をしようみたいだから、自前のものじゃないので、逆に言ったら地価が上がっても自分たちの含みもならんし、地価が上がったら賃料もだんだん20年とか経
契約があるからそこまではないけれども、結構家賃とかも高いはずなんだよその分。だからどっちがいいかっていうのは一概には言えない。今だったらもしかしたら持ってたら含み益になったり、うん、イオンみたいに不動産屋みたいになってるかもしれないし、それこそいろんな専門店として、うん、まあ、成城石井もある、まあ、サミットもある、首都圏で言えばね、いろんなものもある。でイオンはマイバスケットを使ってちっちゃなところをこうやってきた。伊東洋華堂のなんか特色みたいなのがない。あるある。コルギオンとしてはね、やっぱりね、東洋華堂がやってきた方式の方が正しいよね。リースバック方式。その時はね。だってどういうふうに消費者の購買様式が変わるか分かんないし、駅前で買うっていうのがもしかしたらね、ロードサイド店のが流行るになるかもしれないしね。どうなるか分かんないんだから、そのずっと自分で不動産だ。それは三菱地所だとか、三井不動産に任せときゃいいんで、不動産は不動産屋がやればいいんで、コルギオンなんてそもそも粗利が低い業態なんだから、そこに重たい借り入れをねしていくってのはね間違いだよね。まあそれで大体潰れてたんでね。もともともう伊藤さんは子供の頃にお母さんの代わりに借金に行って、その時の嫌な思いもあるから絶対に借金は嫌だと言って、昔本当にずっと無借金経営だったけど、今回サウスランドとかスピードウェイを買う時に2兆円で買収してるんで、はい、それはもう借り入れになってるから、その焼却がこのまま利益が続けばいいけど、さっきみたいに沈んだらこの投資はすごい重たいものになるよね。セブンイレブンの名前の由来。おお。今でもラスベガスのあたり行くとセブンイレブンっていうガソリンスタンドあるんですよ。はいはいはい。これね、こっちの小売りのセブンイレブンとは関係なく、ね、はいはい、だからラスベガス周辺でセブンイレブンって名前のガソリンスタンドがその一緒に物を売ろうとワンストップした人たちって、うんうん、アメリカの映画なんか見てもね、ガソリンスタンドでこれ必ずグローサリーある、はい、売ってるじゃないですか、はい、あんなのからスタートしてんだけど、セブンイレブンって何かっていうと、うん、クラップスっていう日本人あんまり馴染みのない、たまにアメリカの映画見ません、サイコロパーンとなんだっけ、ブースの中で投げて、はいはい、出た目で配当がつくっていうクラップスっていうギャンブルがあるんだけど、その中であれ二等するんだ、私もクラップスやらないんだけど、アメリカ人大好きなんだけどね、二等だか三等だか一番たくさん張ってるね、トップベッドの人が投げるんだけど、いろんな役の形があるんだけれども、一等目に7か11が出たらその時点で勝ちが確定なる。だからいい数字なの。だ日本人は日本に持ってくるときに朝7時から夜11時まで、今24時間になってるから逆に知らない人の方が多いけども、朝7時から空いてる、夜11時まで空いてる、セブンイレブンいい気分でね、空いててよかったって言ってるね、その時間だと思ってるけど違うのよ、クラップスの役なのよ。白い、初めて知ったよ、ギャンブラーが良かったでしょ。いやいや別に、まあ俺はクラップスやらないけど、地域のためにギャンブラーと友達で良かったかっていうとどうかと思うけど、明日すぐに役に立つ知識、まあ、いやでもそれは初めて知った。この物言う株主って増えると日本経済って良くなるか悪くなるか。良くなる方に行くんじゃないですか。さっき言いましたように、お互いに持ち合いでなあなあというところが日本の停滞の大きな理由の一つだと思うんで、そもそも株主っていうのは年に1回株主総会で投票する権利しか基本的には与えられてないんだから、それに向けて、まあ、もちろん臨時総会とかも数揃えばできますけど、総会開催請求できますけれども、普段からいろいろ声を上げて、で年に1回経営者に対してお給を据えるなり、あるいはそれに緊張感、年に1回に向けて、大体ね、私の頃も私自身もそうだったけどね、うちなんかも本当に安定株主ばっかりだから、そもそもそこさえも緊張してないけど、周りの人たち見たらね、普段銀座で飲み歩いてる人は銀座がね6月入ると急にね閑古鳥になるなくんでね、まあ株主総会まであと1ヶ月だからちょっとおとなしくしておこうとかね、そんなことでどうすんのよって話でね、なんとかそれさえ乗り越えればあとはまた1年間好き勝手やっとこうって、あもちろん銀座で好き勝手飲みますっていう意味じゃなくてね、自分の やりたいように経営するとかそんじゃなくて、ちゃんと365日株主の目を視線を意識して経営するようになっていくべきだと思うので、増えるべきだと思う、今後も増えていくに対しての答えじゃなくて、僕は今後はもっと増えていくべきだと思いますね。まあ、増えていくでしょうね。東証もそのグローバルな取引所に並ぶように、いろんなその企業に対する改革とか経産省とかも指針を出していくので、昔の持ち合いであるとかその株主総会の集中日であるとか、そういうものがだん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 薄れてきて、まあ経営者も緊張感を持って経営していくっていうのは、まあいいことだと思うけど、ね、サラリーマン経営者にとって株主が何も言わないのこんな天国ないじゃないですか。別の言い方すればね、日本で最も激しい物言う株主って例えば日本電産の今のニデックの永森さんだし、ソフトバンクの孫さんだし、まあ今苦境に陥ってるけども楽天の三木谷氏だしっていうことで、創業株主で大株主がバシバシ本当に仕事をしてるっていうのは、それはもう自分のためでもあるんだけれども、言ってみたらそれが一番物言う株主じゃないですか。皆さんいかがでしたか。セブンイレブンの本当の名前の由来にびっくりした方は高評価を、
物言う株主は日本経済活性化に貢献できると思った方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日の動画は物言う株主の存在が日本経済に与える影響について、高則さんと諸高さんが様々な角度から激論を交わしました。まず物言う株主とは、企業に対して積極的に提言や意見を行う株主を指します。彼らは企業価値向上を目指して経営陣に改善を促したり株主提案を行ったりします。近年日本企業のガバナンス改革が進む中、物言う株主の存在はますます重要になっています。従来の日本的経営では安定株主による持ち合いが一般的でしたが、こうした慣習は企業の競争力低下を招く要因の一つと考えられていました。一方物言う株主は企業の経営陣に対して外部からの客観的な視点を提供し、企業価値向上のための具体的な提案を行うことができます。そのため彼らの存在は企業の活性化や日本経済全体の成長に貢献する可能性を秘めています。しかし物言う株主の存在には以下のような懸念も指摘されています。短期的な利益追求に偏り、企業の長期的な視点が失われる可能性、敵対的な関係に発展し企業経営の混乱を招く可能性、少数の株主が過剰な影響力を持つことによる経営の民主性への悪影響、これらの懸念を踏まえるためには物言う株主と企業との建設的な対話と相互理解が必要不可欠です。諸高さんは物言う株主の意見に真摯に耳を傾け、企業価値向上につながる提案を取り入れるべきと言っています。一方物言う株主も企業の長期的な視点に立って建設的な提言を行うことが求められます。この動画では高則さんがセブン&アイホールディングスに対するバリューアクトの提案、村上ファンドの活動、伊藤洋華堂の業態論など具体的な事例を交えて議論されていました。これらの事例は物言う株主が企業に与える影響力の大きさを示しています。セブン&アイホールディングスにおけるバリューアクトの提案は伊藤洋華堂の切り離しという議論を巻き起こし、企業価値向上に向けた活発な議論を促しました。また高則さんが話していた村上ファンドの活動は企業買収という手段を用いて企業価値向上を目指した典型的な例とも言えるでしょう。近年はアクティビストと呼ばれる物言う株主が注目されています。アクティビストは企業価値向上を目指して経営陣に対して積極的に提言や意見を行います。場合によっては敵対的な買収を仕掛けることもあります。今後は諸高さんが言うように、物言う株主は日本経済活性化においてますます重要な役割を果たしていくと考えられます。企業は物言う株主との建設的な対話と相互理解を深め、企業価値向上に向けて積極的に取り組んでいくことが重要です。今後は物言う株主と企業との建設的な対話と相互理解が日本経済活性化にとって重要な役割を果たしていくと諸高さんも話していました。途中諸高さんが話していたセブンイレブンの命名のフォントの話は諸高さんのギャンブルに基づく面白い話でした。経済ジャーナリストでもある高則さんも初めて知った衝撃的なお話でした。